皆さんこんにちは。消費生活アドバイザー一次試験スピード合格講座、主に経済分野2021-2022担当過去問解説編ユニット1の講義を始めます。レック講師の浅田健吾です。皆様よろしくお願いいたします。まず使う教材のご確認の方をさせてください。まずはですね、レックの方が出している択一の過去問集ですね、こちらの方番号が905、末尾905でございます。から経済分野のですね、過去問解説集ですね、こちらの方が907でございます。それから使うか使わないか申し訳ございませんが、ご用意していただきたいのは公式テキストの経済知識ですね。以上3つをご用意いただければと思います。で、1回の授業がですね、これですね、45分でですね、8本、解説の方をさせていただきますので、早口になるところとですね、これ今回ポイント解説になりますので、ご理解いただければと思います。で、まずはですね、今回やるのは、2022年の、10月の午前の経済分野になりますので、こちらですね、担当過去問集ですね、905ですね、こちらの方の、お開きいただきたいのが問いの12でございます。投資番号の13ページですね。すいません、ちょっと画面の方映しておきます。プレゼンターの方には基本的にはですね、今やっている問題のところを映させていただく感じです。だから問いの12から始まるという形ですね。で、皆さんお手元に、近くにですね、過去問解説集ですね、こちらの方は2ページからという形でございます。こちらの方をご用意いただければというふうに思っております。で、全部は解説できないんですけど、ポイントを絞ってやるということです。で、経済分野に関しては全体構造のところでも申し上げた通りですね、少しですね、難しいところがございます。で、ガチで経済はこれ第15問と第16問になります。ですから全8回分ですね、15と16については少しですね、経済初学者の方は難しいと思ってください。ですから取れるところだけ取っていく感じになります。で、一応ですね、講義では全部お話しできないと思いましたので、過去問解説集の方にやや詳しめに書いてありますので、ちょっとそちらの方に譲らせていただくという形です。問いの16、17はちょっと難しいです。その中でも取れる問題を、私の方で、これ取った方がいいですよみたいな感じで、これは取ってほしいですみたいな感じで言っていきたいと思います。で、この試験ですね、皆さんですね、これ聞いてらっしゃることにはですね、試験予告を確認していただいたと思うんですけども、65%、担当は 65% 取ればよくてですね、各分野ごとの足切りはございません。したがってこの経済の中のですね、特にガチ経済の問いの16、17については、こちらは本当に守りの分野になりますので、取れなくても、苦手な方多いですから、そんなに合否には影響しませんので、その中でも問いの16、17でも取ってほしい問題だけは確実に取るというところで、他の受験生さんと差がつかない勉強方法でいいかなというふうに思っております。では早速ですね、始めていきたいと思います。3分です。はい、じゃあもうご用意できてますね。昨年の10月の8日午前の問題の問いの12からということになります。はい、いいですね、問いの12映ってますね。で、皆さんはお手元に解説集と解説すると近くに、公式テキストの方を、置いていただければと思いますね。はい、まず問いの12、こちらの方ですね、経営の方です。競争戦略です。はい、こちらについてはですね、よく聞かれますので、キーワードなんかを中心に押さえていただければというふうに思っております。で、問いの12の1、ニッチャーについて聞いてますね。はい、ニッチャーについてはこれは高利益とかイメージ獲得などが主な目的でございまして、高価格帯の製品、企業体力もございませんので、ここについて、ここのことを、展開しているわけではないです。いいですかね。欲しい人にだけ売るみたいな、そんなイメージですから、非常にもターゲット絞ってやりますのでね、はい、高価格帯というわけではないですね。欲しい人にだけ手がと買ってもらう、そういう商品を作るというようなお話になります。はい、問いの12の2、こちらの方はですね、業界トップの、企業戦略、こちらの方ですね、解説冊子もありますけれども、いいですか、今2番やってますよ。はい、フルカバレッジというのが非常にキーワードになりますのでね。で、フリーカバレッジというのは、他社が入り込めないように、
すべて商品のラインナップなんかを揃えるというような形になります。トヨタ自動車なんかの戦略なんかをイメージしていただくといいかなと思います。はい、で問いの12の、3ですね、プライベートブランド、こちらの方皆さんも大体ご存知だと思います。イオンのトップバリューとかですね、それぞれ出してると思うんですけども、こういうものについては、はい、大手のブランドと一緒に置いた方がいいですよということになりますので、こちらもペケということになるわけですね。で問いの12の4、はい、こちらの方ですね、はい、チャレンジャー企業は、これキーワードは差別化ですのでね、差別化になりますので、こちらもペケです。チャレンジャー企業の、キーワードは差別化です。リーダー企業との差別化になります。となると問いの12の5もですね、今のキーワードさえ押さえていればペケってわかりますね。差別化は、チャレンジャー企業の、キーワードですからね。そうするとフォロワーは何ですかというと、解説冊子3ページですね、5のところにも書いてあります。線が引いてね、模倣製品ですね、はい、まあ要するに似たものと、あと価格を下げるということになります。はい、安い値段で、まあ要するに、リーダー企業と同じようなものを作るということですね。価格で、訴えていくというようなお話になります。はい、じゃあ次がですね、問いの13、こちらの方も少し見ておきましょうかね。はい、でこちらの方なんですけれども、選択肢の中で選ばれなかった、問いの13、ごめんなさい、これ選択肢ですね。で選択肢、もう少し、はい、見えますかね。プレゼンターの方は今やる問題です。私は声だけで、聞いていただければ結構です。で、この中選ぶものになります。で、選ばれなかった、選択肢なんかについての意味は、米印で大体ご説明してありますので、ですから、まあ、今回皆様にはですね、時間の関係もありますので、選ばれたものを中心に見ていくと、それでも全部は説明しませんので、選ばれたものをまあ中心に見ていくと。で、選ばれないものについては米印で、書いてありますので、まあ、こういうところを読んで周辺知識をつけていただくという形ですね。経済の公式テキスト1から10までですね、隅から隅まで読むことは不可能です。したがって、もう問題を解いていただいて、そしてわからない言葉は調べる。あとは周辺知識で米印で書いてあるところは、そこを読んでいただくような形の勉強方法でやってください。で、まず最初ですね、はい、2行目のところ見てください。問題冊子ですね、こう見ていただきますと、はい、核となる技術やスキルですね、ここからですね、ある程度想像していただきたいと思うんですけども、これは4番のコアコンピタンスです。はい、自社の得意のものですね、これを掴んで、これをまあ伸ばしていくということになります。そのためにですね、どういう経営資源がいるのかという話が出てくるのが 13-2 です。はい、経営資源ですね、人、物、金、情報ですね、情報まで入れて経営資源という形になります。特にまあその中でも一般論なんですけれども、やはり人が大事と言いますね。企業は人を大事にしていけないと、これはまあ本当にですね、建前でもなく本音だと思いますね。まあ、なかなかですね、人を大事にしないで、離職率が高いとですね、やはり、社内だけではなくてお客様サービスも行かなくなっちゃったりしますので、まずは人が大事ということになるわけですね。じゃあ次、問いの13の3ですね。じゃあ、苦手な分野やなんかはどうやっていくのかっていう話になってくると、これ M&A ですね、 M&A ということになります。 M&A なんかを活用して、まあ、苦手分野を補っていくというようなやり方もあるのかなというふうに思います。手っ取り早くね、苦手な分野について、得意、そこを得意な分野のところを買い取って、で手っ取り早く、競争力をつけるというようなお話ですね。で、まあ、あと M&A については最近議論されているのは、中小企業のですね、経営者様が高齢化に伴いですね、で事業を継ぐ人がいないということになりますと、まあ、安いお金ですけれども、まあ、M&A なんかをやったりして技術を継承していくなんていうこともあったりするというところは、全体構造でもお話をさせていただいたかなと思います。で、絵については、やり方が書いてあるということになります。いいですかね。絵については M&A の具体的な方法です。まあ、いろんなものあります。で、今回選ばれているのが ② の TOB ということになりまして、市場より高い値段で買うということですね。日本ではあまり成功してないんです。日本ではあまり
日本の経営風土としては馴染まないみたいですね。これ TOB というものになります。他のやり方もありますよということが書いてありますね、はい、敵対的買収の方がもっとですよね、馴染まないですね。 TOB は時々成功はしてるけど、敵対的買収はほとんどうまくいかないですね。やっぱり営業譲渡の方が多かったりしますかね、普通にね。で、営業譲渡がこれが問いの13の5ということになります。はい、次問いの14ですね。こちらの方を見ておきましょう、はい、で問いの14については、はい、まず1番ですね。これですね、図表の 10-2195 ページ、これちょっとご覧ください、公式テキストです。これちょっと覚えていただいた方がいいかなと思います。横文字ばっかりでですね、ちょっと大変なんですけども、はい、今見ていただいているのはですね、公式テキストです。今私の方、195ページ、公式テキスト、この 10-2 ですね。ここの関係ですよね。この関係を見ていくわけです。で、今回たまたま聞かれているのは、組織内に向けたというふうにサービスマン、組織内に向けた、これですね、従業員に向けてますので、インターナルマーケティングね。いわゆるサービス会社が、サービス業が社員向けにやる、いわゆるものですよね。はい、これがインターナル、マーケティングということになります。顧客の満足を行う上で、いきなりサービス業が客にやるんじゃなくて、まずは従業員さんにやるってやつね。ここのところの3つの言葉ね、これちょっと頑張って覚えていただければというふうに思います。ちょっと横文字ばっかりでですね、なかなか覚えづらいのかなというふうに思います。次がですね、14-2 ですね。こちらの方を見ていただきますと、こちらもですね、公式テキスト172ページですね。これも本当によく聞かれております。あの商品の一生ですね、この絵ですね、はい、この絵ですね、172ページ今見えてますかね、こちらですね。これなんかもよく、見ますので、こちらに書いてある内容をですね、全部読むんではなくて、問題を通して、キーワードなんかを押さえていただければいいかなというふうに思っております。はい、でこれ S 字型の曲線としてにはなってますね。 こんな感じでね、 S 字型の曲線、なんか S ですね、このこっち S にはなってるんですけど、その後のところがちょっと違っておりますので、ね、そういうところをしっかりと、まあ、見ていくという形になります。今14ですね、はい、いいですかね。今14-2の方ですよね、こちらの方になります。ですからこれは成長期ではございませんので、まあちょっと覚えていただくんですけど、これ成熟期になりますので、はい、まあ、ちょっと頑張って覚えていただくかなと思います。はい、次、問いの14-3、こちらのペケですね、マーケティングですね、ディマーケティングについての、ご説明というような形です。これは普通のやり方とちょっと違うということで、解説冊子8ページの、上から2行目の線が引いてある通りでございますので、これ、ちょっと、需要を抑制するために、はい、まあ、引き下げるような感じですね。供給減少とかね、供給が一時減っちゃったりとか、人気が出すぎたんで、それをまあ抑制するというような形ですので、本来とは逆というような意味ですね。はい、そうに思えてください。最初に出っていう言葉がついてますね。まあ、本来とは逆のということです。普通だと、まあ、一杯人気があるんだったら一杯作ればいいぜっていうことの、これの逆だと思ってください。だから最初に D っていうのがついてるわけですね。ディマーケティングということになります。本来とは逆という意味です。はい、いいですかね。で、次のですね、問いの14-4のところですね。これはちょっと難しいです。ベトマンモデルですね。で、こちらの方はキーワードだけ押さえていただければいいかなと思います。関与と、知識ということですね。で、経営のですね、いろんな理論がですね、この問題結構出るんですけども、深くですね、中身まで出ることはないんで、キーワードだけ押さえてください。ガチで経営学やるわけではございませんので、まあ表面的な知識だけで全然構いませんので、キーワードだけ押さえていただく。ベトマンモデルのキーワードについては関与と知識だということになります。で、まあ具体例も一応書いてあります。8ページの解説冊子8ページのですね、下から 1,2,3,4,5,6 行目ぐらいに具体例書いてありますので、まあそこを見ていただければいいかなというふうに思います。で、問いの14 ポイントはこれは既存のお客様の囲い込みということになりますので、これペケかなというふうになるわけですね。はい、
大体経営が中心です、この辺のところですね。じゃあ次問いの15、はい、こちらの方を見ましょう。問いの15ですね、はい、皆様よろしいでしょうか。問いの15です。解説冊子の方は10ページですね。から問題冊子の方は今私の方画面で写しておりますけれども、はい、投資番号の16ページですね、はい、こちらの方を見ていきましょう。でまずこれいきなりあが抜いちゃってますので、ちょっとなかなか難しいんですけれども、はい、でこれですね、1行目の最後の方を読みますと、真ん中ぐらいか、すいません、意図的かつ段階的に、休止期か短縮化することですから、これ計画的、陳腐化戦略になりますね。まあ、意図的に、まあ、古くするようなそんなイメージです。これもまあ全体構造の時でお話をさせていただきました、この3行目解説冊3行目に書いてあるように、まあ家電製品やなんかとか、あとですね、ファッション業界なんかの商品なんかですよね、こういうのを、こういう戦略をやることによって顧客の買い替え需要ですね、こういうのをまあ促していくと。ただまあ最終的にも5にも書いてあるんですけど、これ天然資源の無駄遣いじゃないかっていうところが常にまあ言われているということでございますので、問いの15の1については計画的陳腐化と、あと問題点としては問いの15の5として、一番の天然資源の浪費になるんではないのかということになるわけですね。で典型例として書いてあるということで、典型例何があるのかというところですと、まあ家電とか、化粧品なんかも入ってきますね、自動車とかね。ってことは機能面のみならずってことですから、これですね、上から3行目ですね、機能面のみならずというふうに書いてあります、はい、じゃあ何ですかという話ですよね。で意についてはごめんなさい、ちょっと上の部分ですね、ごめんなさい、ここは寿命ですね、だからここはすいません、寿命の話しますね、はい、でうについては、でお客様の需要ですね、だから需要ってお客様が欲しい欲しいという需要ですね、お客様が新しい商品欲しい欲しいというふうになるわけですね。問いの2と問いの15の2と問いの15の3はややですね、文章の流れというかそのような感じですかね、選んでいる言葉としても寿命と需要ですからね、はい。であとですね、絵について見ていただきます。機能面ならず材料面、あるいはこれ心理的な面ですね、心理面なんかも働きますから、ここも絵は心理面を入れていただくということになります。ちょっと問いの15の2と問いの15の3と問いの15の4は文章の文脈からね、少しご判断していただかなきゃいけないのかなという気もしております。じゃあ次問いの16ですね。でこの問いの16と問いの17がいわゆる、まあ難しい問題と言われてます。ですからこの問いの16はこれ5問出てますけれども、取れる問題だけしっかり取っていただくという形でよろしいかと思います。いいですかね、あまりまあ無理しないということです。ここが嫌でですね、勉強が進まないというふうになると困るということになりますのでね。でこちらなんですけど、問いの16なんですけど、例えば A 剤をビールにしていただいて、いいですか、問いの16、 B 剤をウイスキーにしていただいて無差別曲線を描くというふうに、書いてあります、はい、これ満足を測るわけですね。でこれはですね、基本的には2剤で測ることが多いです、2つの剤をですね。だから私が今申し上げたように、ビールとウイスキーみたいな形です。これ2剤モデルなんていう言い方をします。でこちらの方も、少しですね、どんな形になるのかっていうのを見ていただくとですね、はい、公式テキスト57ページ、はい、図表5の3ですね、これですね、この絵、この図、はい、でこちらが例えばビールにしていただいて、で上の材2がですね、こちらの方がまあウイスキーというような形で置いていただいてもいいのかなというふうに思います。そうすると、まあ、問題に合わせると、16の A がウイスキーがビールですから、ここですね、別に A に変えればいいですよ、ここ A にしてね、でここも B にして、ビールとこちらがウイスキーみたいな、こんな感じにしていただければ、見えますかね、はい、合わせるんであれば材 A をビールで、材 B をウイスキーみたいな形でね、こんな風に置いていただければいいのかなという風になりますね。でこの、曲線ですね、これは何かというと無差別曲線ですから、はい、満足度ですね、はい、を表していると。でこの満足度はこれ単位自体はないもんですから、まあ
5よりも10の方が満足度が高いとか、そういう話ですね。この線上上上にあれば満足がいいということですね。満足が満たしているという形になります。はい、というのがまあ基本的な図です。いいですかね。じゃあ問題の方ですね、見ておきましょう。これがいわゆる問題文のところですね。はい、で財が上級財の場合って言います。で上級財は何なのかっていうのは、これ全体構造の時のはやれておりません。で上級財については12ページですね、はい、2つ目の米印で載っております。はい、所得が、まあ、所得がだから給料が増えた時に消費が増加するもの、まあ、牛肉なんかとか、あとビールとかウイスキーなんかをイメージしていただければいいかなと思います。ごめんなさい。いいですかね。ってことは今回は A 剤だけ見ます。だから、とこですね、ビールが上級剤の場合、給料が増えれば、飲む量も増えるみたいな感じですね。はい、A 剤の価格が、安くなる。これ価格低下は例えばたまたま特価とかね、特別価格とかでセールで安くなった場合、そうなると、はい、A 剤の価値を低めるととなるため、 A 剤の消費量は減少する。はい、この場合ですね、ビールです。はい、ビールの値段が下がりました。じゃあ、どうなるかというと、はい、そうすると安くなったんだったら、もう一本余分に買おうかとか、もう一本余分に飲もうかって話になりますので、この場合ですね、消費は、増えるということです。だからこれは最後ですね、 A 剤の消費は増えるに直してください。したがってペキです。でこれはですね、できれば、できていただきたい問題ですね。この問いの16の1については、できていただきたい問題になります。で問いの16の2、これちょっと難しいです。 A 剤がビールで、B 剤がウイスキー、ともに正常剤。これ正常剤というのは上級剤のことです。言葉変えてますけど、これ一緒です。わざと変えてるのかな、この問題は。上級剤は正常剤です。これも米印でご説明しました。上級剤はほとんどの商品が上級剤なので、正常剤という言い方もします。だから、ここですね、 問いの2、はい、ウイスキービールとウイスキーがともにですね、正常剤であります。はい、で正常剤は上級剤です。所得が増加したら両方とも飲む量が増えるということになりますね。はい、いいですかね。でここのところでですね、一つですね、前提があって、これは解説冊子にも書いてあるんですけれども、13ページ、あとはですね、公式テキストにもありますけれども、解説冊子の、ところを見ます。これは線が敷いてあった、下から数えた方が早いです。13ページ、解説冊子 1,2,3,4,5 ですね。はい、すいません、早口なんでスローにして聞いてください。このことを考える前提として、不飽和の過程、飽和しない、これ以上消費できないといったことにならないですね。不飽和の過程により効用が高くなると、要はいくら飲んでも満足にならないというのが最初の前提としてあるということです。経済学はですね、いろいろ前提があるわけですよ。一番有名な前提は、はい、経済人は合理的に行動するということになるわけですね。はい、まあ、最近はこれが行動経済学ではそうではないんじゃないのかなというふうには言われたりするんですけど、人は合理的に動かないとかね。だけどマクロとミクロは基本的には人は合理的に動くことを前提に経済学は考えるということです。で今回のこの無差別曲線のまず前提として、まあ、ここはもう前提だから、もうこういうもんだと思っていただくわけですね。これですね、はい、いくら食べてもいくら飲んでもですね、満腹にならないんですよ。だから効用は上がっていくだけということになりますので、この前提ちょっと知らないといけないんで、だから問いの16の2はですね、今の前提、はい、なんか大食いのフードファイターみたいな感じですよ。いくら食べても満腹感にならない。あなたたちは一応、満腹感になりますけど、満腹感にならないと思っていただいて、そうするとビールやウイスキーがともにね、正常剤であると。で所得が増加すれば満腹感はないですから、経済学の前提としてね、そうなりますから、まあお金が増えれば増えるだけ、じゃあ、ウイスキーとビールの消費量も増えるという形になります。はい、いいですかね。だからこちらの方は丸なわけですね。ちょっと難しいです。で問いの16の3、これちょっと難しいんですけれども、これはギュッフェン剤という言葉を聞かれています。解説冊子14ページ見ていただきますと、米印でですね、下級剤ってあります。下級剤はあまりないんですけど、所得が増加したら消費が減るものです。これ下級剤と言います。
一般的にはないんですけど、あえて言うとすれば豚肉ですね、牛肉が上級剤に対して下級剤が、豚肉なんていう言い方もします。まあ豚肉好きな方もいらっしゃいますし、豚肉の方が牛肉よりね格が下だっていうふうには言い切れないんですけど、一般的なイメージとして牛肉が正常、上級剤で豚肉が下級剤、つまり、所得がね、上がっていったりすると、所得というのは給料が上がると、今までは、豚肉だったのが、お父ちゃんの給料が上がったから今日からすき焼きですね、はい、牛肉だとね、昔すき焼き屋なんかでも豚肉屋なんかで やってましたうちもね、はい、だけどお父ちゃんの給料が良くなると、まあ、今日からね、牛肉だとかいう話ですね。まあ、彼らなんかも、まあ、豚肉から牛肉とかね、まあ、もともと豚の方が美味しい場合もありますけど、まあ、そういうことを言ってたら話進みませんので申し訳ないんですけど、上級剤が牛肉で下級剤が豚肉というような、そんなイメージを持っていただくわけですね。だから所得が増えると、豚肉が減って、牛肉が増えるというような感じになるわけです。で、牛片剤というのはもうこれ言葉で覚えた方が早いです。経済理論ではなくて、もうこの試験対策として暗記です。14ページの米印ご覧ください。14ページの米印ですね、はい、牛片剤とは特殊な下級剤だから、下級剤の中の一つです。で、この場合ですね、はい、所得効果が代替効果を上回るため、その後です、価格が下がった場合において最終的に消費が減ります。普通は価格が下がると消費増えるんですよ。だって値段安いから、お得感あるねって話なんですね。だけどこの牛片剤は価格が下がって消費も減るというちょっと変わってる、だから特殊なんですね。ですからこの場合ですね、問いの 16-3 見ていただきますと、牛片剤、はい、価格が下がって消費が減少までは合ってるんですが、この場合ですね、特殊な、はい、製造剤じゃなくてこれ下級剤になりますね。まあ劣等剤でもいいんですけど、だからこれペケなんですね。ですけど、まあちょっと細かいですね、経済理論的なところは飛ばしちゃって、もうこの言葉の用語だけでお話をさせていただきましたので、まあこちらについては少し乱暴ですけれども、もう暗記していただいてもいいかと思います。牛片剤は下級剤の中の特殊なものです。特殊な下級剤、劣等剤だと思ってください。だからこれ正常剤を書いていただくということになります。で、問いの 16-4 ですね、これちょっと難しいもんですから、まあできなくても大丈夫です。興味のある方は読んでいていただください。そのために解説詳しめに書きました。15ページ16ページと書いてありますので、まあこのところは、できなくても大丈夫です。で、次の問いの 16-5、 こちらはできればできてほしいかなと、初めて勉強する方にもですね。で、これは何かというとですね、全体構造でもやりましたけども、無差別曲線と予算曲線 が一致している点がいい点だよというところ、お話をさせていただいたかと思います。58ページの公式テキストですね、はい、これ見てください。もうこの図だけでいいです。この図、皆様ですね、公式テキスト58ページでございます。図のタイトル見てください。図表5の5、予算制約線と公用の最大化という形になります。公用の最大化ですね。今5の問題をやっております。公用というのは皆様も大丈夫かなというふうに思うんですけど、満足度とかね、そういうものを表すわけですね。これが公用の曲線ですね。これが予算の線です。で、予算の線がなぜこの右下がりのグラフになるのかっていうのは一応ご説明しましたけれども、こういう説明をすると全部グラフの説明するとそれだけに時間かかっちゃうんでね、だからもうこれ覚えていただく。予算制約線だけ全体構造でなんで右下がりになるかって式移行して少し説明しましたけど、まあそのもう忘れてもらってもいいです。予算制約線はこの線なんです。と、合理的な経済人の話をしました。合理的な経済人は予算をいっぱいいっぱい使います。で、予算いっぱいいっぱい使うのがこの、右斜め下に下がっているこの線ですね。そこと満足が一致する点、これが重なっている、これが一番、はい、予算が予算内で、はい、効用が満足感が最大化になっている。この破線はダメです。予算線と接地してませんから、だからこれで点でつながってないとダメなんですよ。だからこの破線はペケです。いいのはこの予算制約線と効用曲線が一致している点です。これだから一箇所で一致していると思ってください。なんか全体的にくっついてるイメージありますけど、曲線ですから一点で、交わってるということです、はい、そうするとじゃあどうなるのかというとですね、こちらの方、はい、問いの 16-5 番ですね、
これですね、無差別曲線と2つの、の2点と交差する予算制約線ですね、はい、この場合は雇用が最大化されてないということに、なりますよね。2つのと交点になってるわけですから、基本的には1つの点でしか、交わらないわけですからね。接点が1個しかないわけですから、はい、2つ交わった。で、右側の点から無差別区域に沿って A 剤の消費量を増加させると予算制約線を超える。で、予算制約線を超えたら、この場合の消費量の組み合わせは、可能ではない。だから不可能、無理ですよね。無理ですよね。あくまでも、予算制約線とそれから無差別曲線は一つだけ点で接してる。これが一番いいということになりますので、はい、ということですね、はい、じゃあ次行きたいと思います。次はですね、問いの17ですね。で、こちらの方も基本的にできたらいいかっていうとですね、全部じゃなくて、できる範囲で持っていっていただきたいというふうになります、はい、いいですか。問いの16、17はガチで難しいという問題になりますのでね。ですから、初めて経済の勉強をする方、はい、持っていけるところだけ持っていただくという形になります。じゃあ持っていけるところが、どこなんだというところを少し説明しますね。で、今回はですね、はい、マンデルフレーミングモデルの話が出てきております。じゃあこちらの方、まずテキストの方でですね、少し確認の方をしておきましょうか、はい、そうするとテキストの41ページですかね、皆様の お手元にありますかね。テキスト41ページの、今回は変動為替相場の財政政策です、はい、そうすると41ページ、全体構造でもやりました、はい、3-14見てください、はい、変動為替相場の財政政策を見てます。どこでわかるか、はい、問題冊子ですね、問題冊子の問いの17の2行目を見ていただきますと、変動相場における財政政策について見ていきます。変動の、小手山でもませんので、変動の財政政策を見ます。ということは結果的には無効ということです。不変ということです。変化しないというのは、これは結果論ということですね。結論です。ってなると、じゃあどこのところを見ていただくかというとですね、変動の財政政策ですから、教科書と公式テキストでいうと39ページの、はい、丸の2から始まるところなんですよ。で、これのですね、図がどこに載るかというと、いわゆるこれですね、財政政策ですもんね。図表3-9、開放経済における拡張的な財政政策ですよね。で、これが図表3-9は、変動為替の場合です。で、前の時にちょっと落書きしてもらって、これ無効になる、動かない、これもちっちゃくした方ですね。線がこの行ったり来たり、一回行ってまた戻るって感じですから、で結局動かないって話をしましたよね、全体構造でね。で、じゃあこちらの方ちょっと見ていきましょう、はい、いいですかね。はい、いいですか。じゃあ見ていきましょう。と、まず最初にいただくのは IS 曲線を右にシフトという話になります、はい、で、こちらの方 IS 曲線がなぜ右にシフトするかと、政府の、政府支出が、あるとね、これ映るわけです。で、これ問題文の2行目から3行目にかけて政府支出って書いてあるでしょ。ここに政府が、支出してますね。ってことは IS 曲線が右に動くということです、はい、いいですかね。 IS 曲線、 LM 曲線で、いいことがあると基本的に右に動くで、政府がお金を出すと、公共事業のためにお金出すと、仕事が増えるから嬉しいから右に動くという感じですね。そうすると IS 曲線が右に動くと、じゃあどうなりましたっけ、はい、じゃあさっきのところですね、もう一回見ましょうかね、はい、図表3-9ですね。皆さん、私 IS 曲線が右に動いてますね。 IS 曲線ですね。これ IS 曲線が右に動く、こっち側ですね。右に動くと利子が上がるんですね。利子が上がります。 IS 曲線が右に動くと利子が上がります。
はい、ってことになると次が利子が上がるということですので、これが1番ですね。利子を上昇させるからね。ってことになると、まあ、この辺ちょっと頑張ってできれば取っていただきたいなというのが正直なところです。はい。IS 曲線が政府の支出によって右に動く。そうすると、まあ、利子が上昇するということですね。そうすると、利子が上昇すると、じゃあ次どうなるかというと、問いの17の3です。利子が上昇すると、これですね、どうなるかというと、投資が減るんですよね。だって利子が高くなるんで、お金を借りてまでね投資したいと思いませんので、ウガだから投資の減少を巻き起こす、投資の減少を巻き起こすということです。で、海外との関係について見ると、資本の流入はって書いてますから、はい、日本の利子が高いですから、資本の流入ってことはどうなるかと、円高になるんですよね。だからここ次が円高を選んでいただくわけですね。いいですね。これ投資が減少が17の3ですね。で、自国の通貨が円高になります。はい、円高になるってことは、円高になるってことは輸出が減りますよね。だからこう輸出が減るっていうところからでもいいかもしれない。だからこの17の4もできていただきたいですね。なぜかっていうと、輸出が、つまり輸出が減少って書いてますよ。つまり輸出が減少ってことは円高ですよね。円安になると輸出ガンガン来るじゃないですか。トヨタ自動車なんか儲けがいいっていうのは、今回ね、なぜかと円安になっちゃったもんで、輸出が好調でしょ。だから円高になると輸出は減少ですよ。で、この問題文の方で、こう見ていただくと、輸出が減少って書いてあるってことは円高ですよね。だから17の4もちょっとできていただきたいなと、おいおいと、そうすると全部できてほしいってことかっていう話になっちゃうんですけどね。ということになります。で、最後の部分で、このように財政支出の増加は、はい、どうなるかというと、はい、これ少し戻ってしまうと、クラウディングアウトの問題が起きるわけですね。利子率、いいですかね。クラウディングアウトの問題が起きてくるわけです。で、どうなるかというと、輸出が減少するというような話ですね。で、公共事業も、減少すると。いうような話ですから、財政政策をやるんだけども、その分効果が少しちっちゃくなってしまう。これがクラウディングアウトの問題が出てくるというお話でしたよね。はい。で、これがどこのお話になるかというと、教科書で、クラウディングアウトのところが出てたのがちょっと戻っちゃうっていう話ですね。これが、はい、29ページですね。拡張的な財政政策をやると、29ページですね。これですね。はい。IS 曲線が右に行きました。利子率が上がりました。ね。だけども、はい。LM 曲線がないんで、IS 曲線に沿って F から E1 のところに戻ってしまいますよね。これがいわゆるクラウディングアウトの問題でしたよね。これですね。ここにも書いてありますけどね、 E1 点が新たな均衡点だから、その分ちょっとバックしますよね。斜め後ろにバックしてますね。はい、政府支出が増加して、政府支出が増加、今やりましたよね。政府支出増加、これ書いてませんでしたか、問題文ね。で、利子率が上昇、書いてましたね。で、いわゆる投資が減少しましたよね。で、その分下がると。で、このことによって民間需要が減少する、クラウディングアウト。で、クラウディングアウトを、まあ、見越して政府は財政、政策なんかは、まあ、やってるってことも申し上げたと思います。ということで、こちらの方は、2を選んでいただくという形になります。はい。で、流動性の罠とかね、これまた意味は米印で説明してあります。そうすると、今の説明を聞いていただいてですね、問いの17、できれば頑張ってできていただきたいなというふうに思います。できればね。だけども、それがちょっと難しいとしてもですね、 IS 曲線はいいことがあれば右に動くよってことを皆様に申し上げました。 IS 曲線はいいことがあると右に動くよってってことになると、17の1はやれてほしいですね。と、結果的にはグラフがイメージできれば、利子率が上昇している。で、利子率が上昇するってことは、投資はちょっと控えようとするという話ですよね。で、それが何ですかって言ったら、クラウディングアウトを引き起こして、その分減少しちゃうんだよね。で、ここのところ、自国円高っていうのはどこで分かるかって、輸出が減少しているからというところで、まあ、輸出が減少してるんだったら、日本は今円高になってるからなということですよね。ということですよね。
この状況だということになります。はい、よろしいでしょうかね。少し詳しめにご説明の方をさせていただいたということです。